こんにちは、フィールドテスターの庭です。今回ご紹介するのは、ソアレ SS シリーズ、アジングモデルとメバリングモデルのラインナップになっています。穂先がですね、4種類ありまして、アジングモデルはハイレンスポンスソリッドタフテック、メバリングモデルはタフテックアルファとソフチューブトップになっております。ソアレ SS アジングモデルの穂先なんですけれども、タフテックソリッド、こちらの方はですね、乗せるとかける、これを両立させた繊細でかつしなやかなソリッドになってます。もう一つハイレスポンスソリッドなんですけれども、これはですね、アジの微妙な小さなあたりをですね、かけに行く、より感じていくソリッドになっております。ソアレ SS のメバリングモデルなんですけれども、こちらの穂先はですね、タフテックアルファ、ソフチューブトップ、この2つのラインナップになってます。タフテックアルファの方はですね、漁港周りのハイプレッシャーな状況下でメバルのついばむようなあたり、これを取りに行くための穂先で、もう一方の、ソフチューブトップなんですけれども、こちらはですね、チューブラーでありながらしなやかさを兼ね備えた穂先になってます。ソアレ SS アジングモデルの2機種についてちょっとご紹介したいんですけれども、タフテックソリッドを搭載したモデル、こちらはですね、今ここについてますようにジグヘッドを使ってですね、より繊細なアジを相手にするモデルで、適度な張りとしなやかさを両立したタイプの穂先です。穂先もあれですね、いい具合にこう持たれる感じで、これ目でも合わせにいけれる感じです。これティップがやっぱ繊細やから、こうテンションフォールの時にはこうちょっと持たれて、あ、テンションかかってるなっていうのが分かる。うえ、きた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 、ことこと味です。イエイ、抜きます。トゥイもう一方の、ハイレスポンスソリッドを搭載したモデルというのはですね、感度に優れてます。遠投した時にルアーの操作性が、非常に良くなっていますので、ここにつけてますエイジグなんかの操作に、非常に適しているロッドと言えます。すごいスローだったでしょ、誘いが。これでも食ってくるんですよ。ソアレ SS シリーズはですね、上位機種に肉薄するモデルでして、戦略的な穂先4種類、用意されてます。ハイパワー X 構造も採用されてます。きっと上級者の方も納得していただけるスペックになってますんで、皆さんぜひ使ってみてください。